はい、お疲れ様です。外はね、こんな感じで雪になってます。で、目の前にね、テーブルを置いて、あのー、動画撮ってますが、まぁ、あ、ちょっとね、うまくあの話せるかどうかわかんないんですけど、勉強というテーマでね、あのー、ちょっと話せたらなって思うんですけど、これはね、あの、すごくおすすめの、まあ、型ですね。 宇賀谷博さんで動画とかでもねあの出てきますしあのもちろんこういうね友人書院さんから出てる「福島第一原発メルトダウンまでの50年」とかっていう本を購入して読んでもらってもいいんですけどとにかくおすすめの方なんでねずーっと。 福島第一原発について取材されてるジャーナリストの方です。まあね、あの、私もこの方の本何冊も持ってるんで、あのそれで勉強してます。世界標準の戦争と平和とかフェイスあ、フェイクニュースの見分け方なんかは、本当におすすめの勉強になる本です。 YouTube もねすごい勉強になるんでねあのぜひ皆さんもあのうぐやさんの動画なんか見てね勉強してくださったらどうかなーなんておすすめしたいっていう動画ですであのここ1年ねどあの読書読書がねその読書をする時間がたくさんあったんで あの、歴史、それから哲学思想っていうのかな。そういうのは、あの、体系的に、体系的にっていうか、まあ、あの、歴史、ずっとこう、通して、あの、流れをね、あの、読むことができました。どういう流れでね、現代に至ってるか。で、それを勉強してから、まあ、あの、一つ一つの事実の積み重ねが歴史なんでね、 まあこういうあのジャンルっていうんですかねとかまあ一つ一つねあのまあいろんな歴史があるんでそういうものを読んでいくとねこの長い流れの中のここの,ここの部分なんだっていうことがね分かって勉強するのとしないのとでは全然違ったっていうのかな。これままではつまみ食い的に ただこうね、その出会った知識、いいなって思ったその言葉、それをこう自分の中に取り入れようとしてきたんですけど、今はその名言にしても、こういった流れの中のここの部分のことを、まあ、ここの部分に書かれた書物なんだなっていうのが分かって、 まだそのそこまでね年代とか歴史とか分かったわけじゃないんであのこれからそういうことを意識してあの学ぼうと思えたっていうことがこの一年の収穫ですね皆さんにもあの歴史流れどういうね 思想っていうかで今現代はどういう状況なのかっていうのを一旦その体系的に勉強して、まあ、格論を勉強した格論っていうんですかねその一つ一つを勉強した方がよりね理解が深ま,深まるしその記憶に定着するんじゃないかなということでおすすめします。